35周年を迎えた瀬戸大橋を飾るハート型の額縁のようなモニュメント、新たなフォトスポットとして期待されています。昨日行われた35周年の記念ツアーは10分で完売。県の内外から訪れた人が特別な景色を楽しみました。最高でした。なかなかあの列車と海一緒に入れられるあの場所ってないから、普段取れない位置から取れるっていうのは瀬戸大橋の中っていう特別なところはすごい良かったです。1978年に工事が始まり、総事業費およそ1兆円、10年の歳月をかけて建設された瀬戸大橋。世界最大級の道路鉄道併用の橋として、地域の暮らしや物流を支え続けてきました。しかし一方で、高すぎる通行料金の設定で利用は長年低迷。現在は開通当時の3分の1まで値下げされましたが、未だ料金は一般高速道路の同じ距離のおよそ2倍です。利用客の増加を目指す一方で、維持管理の財源確保と通行料金にジレンマを抱える瀬戸大橋。今日、香川県の池田知事は現在の料金を維持すべきとの方針を示しました。料金水準については、この水準の、を継続することが妥当な対応だ。岡山香川の大動脈として35歳を迎えた瀬戸大橋、夢の架け橋を維持するため多くの課題を抱えています。35年を迎えた瀬戸大橋ですが、開通によって岡山香川間の通勤通学者はおよそ 3.4 倍に増加し、物流拠点が相次いで誕生するなど、大きな経済効果も見られています。その一方でこちら、通行料金ですが長年模索が続いています。本市高速は2014年に料金の引き下げを10年間実施することを決めたんですが、その期間が来年3月に実は終了してしまうんです。岡山大学の中村教授によりますと、現在の料金が利用者に浸透していて、引き下げは延長すべきと指摘している一方で、こちら JR 四国は来月5月から瀬戸大橋線の運賃の値上げというのも発表しています。巨額の建設費と利用促進の維持、いや春川さん、こちら難しいところではありますよね。そうですね、値段の問題もありますけど、老朽化対策もあるし、やっぱり観光の起点として岡山大事なので、それも含めて考えなきゃいけないと思います。はい、まだまだ課題は山積しています。